Hey, congratulations. It's a celebration. Party all day. I know you've been waiting. Congratulations. It's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Guess you'd be one Swedish boy. You need a billion nations. Yeah, you did it. Very nice. And all it took. そうだよ。みんな、ピューディーパイはようやく T シリーズに負けちゃいました。悲しい日ですね。あ、悲しい。まあみんな知らない人、日本では知らない人がたくさんいると思うんだけど、最近までピューディーパイっていうスイスの人だっけ？まあスイスの人が、まあ適当にゲームとか、まあゴールドみたいにくだらない動画を作ってる YouTuber が、いるんですけど、その人は、ちょうど最近まで、世界一登録者がいる YouTuber なんでした。もう、やばいほど登録者がいる。なんか、ゴールドは1万人でしょ？まあ、1万人ありがとう。地下は100万でしょ？で、ピューディパイ、なんか、6000万ぐらいの登録者がいた。で、他の YouTuber との差がもうすごすぎて、もうずっとナンバーワンでした。で、最近 T シリーズっていうインドの会社の YouTube チャンネルが出てきて、で、このチャンネルはなんかボリウッド、インドのミュージックビデオとか上げる会社だから、でかい会社で、その上になんかインドの有名人とか、売れてるアーティストが全部、関わってくる YouTube チャンネルだから、大きいよ。しかも、インドの人口が、すごすぎて、人が多すぎて、T シリーズという YouTube チャンネルの登録者がどんどん増えて、ピューディーパイの6000万に近づいてた。で、まあ、どうせそんな一人のスイスの人は、この大きな会社、スイスじゃなくてスウェーデンだよね。スウェーデン。まあ、今、イギリスに住んでるからね。T シリーズの登録者の数が、ピューディパイを追い越そうとしてるときに、やっぱり、ピューディパイが一番に行ってほしいって、世界中のみんなが思って、他の YouTube も、そう、なんか思ってたらしくて、みんな力合わせて、頑張ってピューディパイの登録者を、増やしてた。他の YouTuber もなんか自分のチャンネルでもめっちゃ宣伝して、なんかピューディパイのチャンネルに登録してくださいってみんな応援して。I bought a bunch of billboards. Dude, we got the double billboards. We don't mess around. Went on TV. Grab your phone, go on YouTube, search PewDiePie and subscribe to him. Did radio ads. No one kills memes as quickly and efficiently as this Swedish man. Bought bathroom ads. There's our ad. Right above the urinal. And much more to try and stop T-Series from passing PewDiePie in subscribers. それで、ずっと PewDiePie は勝ってた。人数で。そしてどんどん上がって、もう9000万人とかの、もうバカバカしい数字の登録者になって、でもそれでもずっと T シリーズが追い越そうとして、で、つい数日前に T シリーズが勝っちゃった。で、まあ、最初からピューディーパイは別に俺はナンバーワンじゃなくてもいいし、なんか YouTube 適当にやってるし、みたいな、こと言ってたんだけど、なんかみんなピューディーパイっていう YouTube は、俺も結構好き。この T シリーズとの登録者の数の戦いは、まあ別にどうでもいいんだけど、まあ見てるのは楽しいけど、別になんか T シリーズの方が登録者多くてもなんか気にしないんだけど、でもやっぱりさ、一人の人間がなんかこんなでかい顔のない会社に勝てるっていうのがすごくて応援したくなる。しかもピューディーパイは結構お金稼いでるのに、なんか豪華な家とか高い車とか買ってないし、普通に、まあ地味ってことじゃないけど、普通に生活してるだけ。なんか、俺はすごいだろうとか、なんか、またランボギーに買っちゃったとか、なんかそういう人じゃないからね。ゴード言ってたら絶対そういう腐った人間になってしまうんだけど、ピューディーパイはなんかどんだけ何億稼いでても、なんか普通の人って感じだから、みんな応援したくなる。ピューディーパイが T シリーズに負けて、おめでとうっていう、Congratulations っていう動画を作った。
まあ、さっき流してた動画なんだけど、まあ、T シリーズ、YouTube のナンバーワンになって、おめでとうございますっていう動画だったんだけど、おめでとうって言ってるけど、曲の中で結構 T シリーズの悪いこと言ってる。なんか T シリーズなんかマフィアとの、関係とかあったし、なんかインドの中になんか、こういうお金持ちのでかい会社あるのに、なんか、下に貧乏の人たちがたくさんあって、なんか社会の差が激しくて、あれなんて言うんだっけ、日本語で。オーストラリアとか日本にはないけど、中国とかインドとかさ、お金と、お金持ちと貧乏の差が激しすぎて、下の人は上がっていけないし、上の人は絶対落ちないっていう、はっきりしてるっていう、なんか日本語わからない。まあとりあえず、なんかそういうとことか、突っ込みながら、おめでとうっていう曲なんだったんだけど、でもその曲が流された後に、ネットに流された後に、またピューディパイの登録者が上になった。まあ急に増えた、また。で、もう両方も、9000万で、9000万の次は億か。もうすぐ1億人の数になりそう。登録者1億人。で、どっちが先に、1億人まで達成できるかの勝負になってきてるんだけど、今またピューディパイが勝ってるから、まあちょっと嬉しいかもしれないけど、まあどうでもいいなんだけど、こう、どうでもいいんだけど、なんかこの戦い見てきて面白いなと思って、なんか1日でなんか、何百万人の登録者増えるチャンネルってすごいなと思って、俺なんか1年頑張って1万人集めたところなんだけど、そしてその上に僕もピューディパイとか見て、なんか YouTube 頑張ろうなと思ったから、それもあって応援したい気持ち。なんか YouTuber ってさ、みんなうざくてなんか性格悪いっていうイメージ自分にもあったから、なんかピューディパイはなんか普通の人で性格のいい人だから、こういうそういう人もなんか YouTuber としていくるなと思って、なんか自分にも勇気与えてくれる人なんで、まあみんなピューディパイのチャンネルはずっと英語なんだけど、まあ見たい人どうぞ見てください。そしてピューディパイに登録してください。でも YouTube では登録者どれがどっちのチャンネルが一番多いかと、なんかそういう話題になるんだけど、YouTube で一番婚約者が多いチャンネルはまだ俺のチャンネルだから、そう、ピューディパイじゃなくて、YouTube のナンバーワンはツコミゴードじゃないですか。一人の婚約者はなんか1万人の登録者と同じぐらいの価値なんじゃないの？そうだ、俺はツコミゴード。YouTube の影のナンバーワン。